第2第3宝具展開。アルトリア・アバロン、出るぞ。では行くぞ。それもいいね。分かったよ。呼び起こすは星の息吹、人と共に歩む。ゆえにエヌマ・エリシュ。ありえざる妖精の王よ。つまらんな。圧倒します。最果ての島、罪の都、最後の竜は我が胸に集う。円卓の守護者たち、ラウンドオーバーアバロン。罠だ。輝きを。他愛ない。そうだ、分かった、そうだね。えい！えい！ふっ！いい子、光る。ふっ！物理で殴るだけだった。あと、誇りにかけて。これぞ大軍師の究極の陣地。破ってみせるがいい。そこです。誇りにかけて的確に行こう。輝きを切り込む。えい！宝具解放。我が最終式、究極的犯罪の確認する。ザ・ダイナミクス・オブ・エン・アステロイド！さて、カウンティングオーバー。さあ、どこを切り落とそうか。それもいいね。そうだね、的確に行こう。呼び起こすは星の息吹、人と共に歩む。
ゆえに、エヌマエリシュ！楽園の端にようこそ。そうだね。下がっているように。星の宇宙に物見の中、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のみ通るのに、ガーデン・オブ・アバロン。えい！どうかな？そこです。猫の手のがマシだった。熱を帯びなさい、マルミアドワーズ。それもいいね。仰せの通り。的確に行こう。呼び起こすは星の息吹。人と共に歩む。ゆえに、エヌマ・エリシュ！罠だ。えい！ライヘンバッハ。また、あの滝へと。やっぱりこんなものか。